します。彼はこの学校の OB で、パーカッションのプロです。夏休みの間、指導してもらうことになりました。プロ？マジで？橋本正宏と言います。どうぞ、よろしく。あだ名は橋本ちゃん。こう見えても滝くんとは大学で同期です。滝くんのことで知りたいことがあったら、どんどん聞きに来てね。あれ、反応薄いな。余計なことは言わなくていいですよ。滝くんモテるでしょ。女子にキャーキャー言われてるんじゃないの。はい、吹奏楽部員以外の女子には吹部女子には人気ないか。ごめんな、滝くんが口悪いのは昔からでね。えいった。余計なことは言わなくていいと言いましたよ。起きてる？あ、はい。新任のコーチなのに興味なし？あ、落ち込むな。すみません。ほい、パーカス、早速ビシビシ行くよ。はい。はい、初めのトランペットの入り方が気になります。パーではなく、最初から勢いよくパーンと出してください。おい、ナックル、パーカスは一発目のロールだいぶ正確になったのわかる？最初にパッと聞いた感じは合ってたけど、なんか雑だったから。はい、滝先生に何度も指摘されてたんですけど、やっとつかめた気がします。でしょでしょ、僕のこともっと尊敬してくれていいから。他には何かありますか？そうだね、全体的にちょっと遠慮がちでおとなしい印象がある。普段のみんながそのまま演奏に出てる感じだね。もう少しお互いずうずうしくなった方がいい。気になったことはどんどん言い合うとかしてね。わかった？はい。では今のところもう一度いきます。はい、 L からのフォルテッシモ、音が濁らないようにしてください。はい。スネアはロールだらしなくならないように。はい。では本日の練習はここまでにします。体調管理にはくれぐれも注意して、風邪などひかないようにしてください。はい。っ注意してくださいね。はい、そこをきれいに合わせるよう意識しましょう。はい。あとスネアがちょっと後ろに感じるよ。もっと前に。はい。それとティンパニー。はい。今のところワンテンポ早かったろ。はい。今そんなことやっててどうするの。罰金者だよ。はい。ではもう一度頭から。ビブラフォン、今使ってるのはミディアムソフト？いえ、一番ソフトです。ミディアムソフトにして、焼き加減はミディアムレアですよ。全然面白くないな。あの子、滝くんのこと好きなの？うわ、滝くんも罪な男だね。聞いてたんですか？いやいや、ただ視線とかでね。一応僕も大人だし。そうですか。まあでも滝くんがああやって笑ってるのを見てほっとしたよ。滝くん、奥さんがいなくなってずっと元気なかったから。そうなんですか。で、え、あ、しまった。滝先生、奥さんいたんですか？え、あ、先生。まあね、5年前にお亡くなりになったけど。では続きまして、トロンボーンによるモノマネ対決です。何ですかこれ？滝くん、奥さん亡くなってから抜け殻みたいになって、音楽からも離れてしまって、みんな心配してたんだ。だから北宇治の顧問になったって聞いた時は本当に嬉しかった。指導手伝ってほしいって言われた時はちょっと泣きそうだったよ。食べきってたね。うー、思い出しただけで胸焼けする。よう。こんにちは。あ、こんにちは。部活もあるのに準備大変だったんじゃない？それはまあね。うん。
部活の方は私たちも力を貸すから頑張りましょうね。よろしくお願いします。そういえば滝先生は一緒じゃないんですか？ああ、さっきまで一緒にいたんだけど。ん？うわぁ、囲まれてる。関西大会を見てファンになったみたいね。まあ、外見だけじゃ性格まではわからないしな。ですね。あ、レイナ。あの子に話したの？え？滝くんの話。あ、いえ。橋本先生、少しだけ話したそうですね。え？まあね、5年前にお亡くなりになったけど。はい、少しだけですけど。合宿の後、橋本先生にうっかり口を滑らせてしまったって謝られましてね。本当しょうがない人です。お盆はしっかり休んだかい？橋本ちゃんですよ。いや、今年は海外での仕事が多くてなかなか来られなくてごめんね。橋本ちゃん、英語喋れるんですか？ I will be back。 長話はやめてくださいね。うん、滝くんの意地悪。よろしくお願いします。なんか随分真面目な挨拶だな。性格変わった？そうですね、ちょっぴり大人になったのかも。ラストスパートかけるぞ。はい。今日からまたコンクールに向けて橋本先生と新山先生にもしばらく練習に参加していただきます。3年生と2年生のみんなはお久しぶり。1年生は初めまして、橋本です。しばらくの間、みんなの練習を見せてもらいますので、よろしく。これ、この間一回聞かせてもらった時思ったんだけど、これ、オーボエとフルートの家系のとこ、大丈夫？なあ、滝くん、オーボエのソロ、あれでいいの？いや、音も綺麗だし、ピッチも安定してる。けどね、一言で言うと、ぶっちゃけつまらん。ロボットが吹いてるみたいなんだよ。ロボット？楽譜通りに吹くだけだったら、機械でいい。鎧塚さん。はい。君はこのソロをどう吹きたいと思ってる？何を感じながら演奏してる？三日月。じゃあもっと三日月感出さないと。前処します。前処って言い方している時点でダメなんじゃない？もっと感情出せない？すみません。謝る必要はないよ。クールな女の子って魅力的だと思うし。でもこのソロはクールでは困る。世界で一番うまい私の音を聞いてくらいじゃないと。ほら、トランペットのソロの子みたいに。正直君たちの演奏はどんどん上手くなってる。強豪校にも引けを取らないくらいにね。でも表現力が足りない。それが彼らとの決定的な差だ。北宇治はどんな音楽を作りたいか、この合宿ではそこに取り組んでほしい。はい。橋本先生もたまにはいいこと言いますね。いや、たまにはは余計だろ。僕は歩く名言集だよ。はい、では今のところをもう一度。大阪東証は前半の3番目、集大附属は12番目、そして明星効果は私たちの前15番目になります。次なんて。なに、強豪校の次だからってビビってんの？そりゃ、関係ない関係ない。関西大会といったらどこ向いたって強豪校ばかりなんだから。
橋本先生の言う通りです。気にする必要なんてありません。はい、ありがとう。そうだな、正直に感想を言わせてもらうと辛気臭い。学校が始まって練習時間が減っているのに夏休みの頃の音を維持できているのはすごいと思うけど、あの頃よりみんな硬い。音がガチャガチャで聞いててきつい。はい。もしかして全国だから緊張してる？みんな全然面白くなさそうだよ。滝くんみたいに怖い顔して。私は怖い顔なんてしませんよ。これだから自覚のない人は困るな。いろんな学校の子に言ってるけど、僕実はコンクールってあんまり好きじゃない。一生懸命やってるなら金でも銀でもいいって思ってる。まあ耳にタコかもしれないけど、音を楽しむと書いて音楽。金だの銀だの意識して縮こまって硬くてジメジメした演奏になってたら意味がない。明るく楽しく朗らかに。はい、副将。明るく、はきっと明るく、明るく楽しく朗らかに。はい、じゃあ気になったところを順番に言っていくと、まず UFO。 は、はい。全然音聞こえてなかったけど、本当に吹いてた？吹いてました。一人だからかもしれないけど音小さいな。いつもの上手い先輩は？ほら、赤眼鏡のアスカ先輩は、その今日は欠席です。この大事な時期に。まあいいや。とにかくもっとちゃんと鳴らさないと。はい。大丈夫？はい、すみません。それから夏休みの間コーチをお願いしていた橋本先生と新山先生は本日が最後になります。最後に一言お願いします。うん、僕はこんな性格なので正直に言います。今の北宇治の演奏は関西のどの高校にも劣っていません。自信を持っていい。この3週間で表現が実に豊かになりました。特に鎧塚さん。はい。見違えるほど良くなった。何かいいことあったの？はい。おお、いいね。今の彼女のように明日は素直に自分たちの演奏をやりきってください。期待してるよ。何やってんのよ。起立。ありがとうございました。ありがとうございました。